の分かった瞬間。はい、皆さんこんにちは、高橋としみです。そして芹沢です。そして楓です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日もですね、太平洋クラブ御殿場コースの練習場に来ております、はい、ということで今日はですね、ゴルフの分かった瞬間なんですけども、その前に、はい、なんか楓ちゃんからご報告があるそうですよ。はい、はい、そうなんです。プロ、はい、私100切りです。はい、素晴らしい、余裕でしたね。いや、そんなことないです、うん、もう気持ちは本当にドキドキで、それこそ芹沢プロに教えていただいた、あの椅子に座る、弊社に来たら椅子に座るような感じで打つっていう場面が1日で2回ありましてあそこで本当にプロの言葉を思い出せなくて、すごいミスしてたら、あの5だなんてもうあっという間になくなっちゃうなっていう感じだったので。いやいやいや、そんなことないですよ。はい、皆さんぜひそちら、実力ですゴルフが分かった瞬間があるっていうことなので、もう100切ったら生意気になったのねダメだな。2個持ってきたんですよ。2個も、はい、やるな。でもさ、練習で練習してて、こう YouTube 見た方がアマチュアさん100前後でしたか、練習してるじゃない。そして見てて、あ、分かったって見て、はいはい、練習行く人いっぱいいるのよ、はい、でも分かってないんだよねじゃあ今日その楓ちゃんが実際分かったのか、はい、分かってないのかも。いや、多分分かってないと思うけど本当ですかね。そう、じゃあ早速ちょっと楓ちゃんに発表していただきたいんですけども、はい、最初に分かったことは何でしょうか。はい、まずアイアンなんですけれども、うん、動画で自分で撮って後ろからクラブがどう入ってきてるかってすごい見てるんですけど、うん、インから入れたいので、すごいインに引く練習ばっかりしてたんですけど、はいはいはい、逆にもう全然直らないので、うん、逆の発想だと思ってアウトに上げようと思ってやってみたら、うん、あれ意外とそれがまっすぐが来るね。はい、まっすぐ入ってきてるような気がするなと思ったので、うん、まずそれを見てください、はい、ちょっと実際楓ちゃんに、はい、あの今までのスイングとちょっとあの比べながら、はい、はい、打っていただきましょう、はい、では早速やっていきたいと思います。よろしくお願いします。では早速まず楓ちゃんにいつもの前のスイングですね、分かる前のスイングをやっていただきたいなと思います、はい、分かる前何番アイアンなのそれ。9です。9番アイアン、はい、おお、でもまっすぐでいい球じゃないですか。ナイスショットですね、はい、分かった瞬間のスイング、はい、ここからいつもは結構、はい、はい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 、自分の体の後ろ側に行くようなイメージでやってたんですけど、うんうん、そうすると余計にこう右肩が出てくる気がしたので、はい、ここからもう自分の中ではこっちです、はいはい、体から離れていくぐらいの感じでテイクバックしてちょっと打ってみます。いや、その方が確かに被らないよね、はい、被らないけど、はい、結果的には体も突っ込んでるから一緒の原因になってるよね。おー、ナイス。でも基本的にはインサイド上げてそのままインサイドから同じプレーに来た方が簡単じゃない、はい、変えちゃうように本当はこのままインサイド引くでしょ、はい、でこのまま楓ちゃんはこう出るってことでしょ。はい、そうです。これをこのまま我慢するときに、楓ちゃんは要するにゴルフを上体打ちしてるだけなんですよ、はい、だからアウトサイドになるだけだから、はい、本当はもう一歩進歩するためには、はい、トップスイングから下半身リードすればトップで止めといて、はい、ここにインサイド下半身引っ張るとクラブって落ちるでしょ。楓ちゃんはこうやってこうなるわけ、わかる、この、はい、この腰見てこうなるでしょ、楓ちゃん、はい、だから打った後に言うことは簡単なんだけど、はい、実際はトップスイング上げてトップで間があってこう間っていうのができるから、はい、それは楓ちゃんはこうなるわけ、はい、だからこれをスッて止めてこのだから要するにアウトに上げるとそれが一瞬できる感じがするんだよ。だから一瞬クラブは落ちるんだけど、はい、結局体出ちゃうから同じことなんだよね。アウトに上げてこのままいったら引っかかるの分かるから、やっぱり人間の心理的にアウト上げたものは向こうへ出そうとするよね、だけど出そうとすることによってもっと引っかかる可能性って大事なわけ。じゃ本当に応急処置でしかないんですね。そうそう、だからそれをでもプロなんかでアウトに上げといてこれを貯める、そして飛ばすっていう打ち方はあるけど、会社、はい、の場合はアウトに上げましたで突っ張るだけだから余計引っかかる可能性ってあるのよ。これで打って、はい、要するに短いクラブずつときってトシミ知ってると思うけど、これしっかりと、はい、これしっかりと下半身リードしなきゃいけないわけ、
楓ちゃんどっちかって言えばまだまだ腰引けるタイプ。楓ちゃんどっちかって言えばまだまだ腰引けるタイプ。だからこれを踏ん張ってがっちりしたのをしっかりと向こうに出せるようになるとクラブがインサイドから来るんだよね。まさに椅子に座ってたっていうスイング。その通り。だけど多分下半身がだから弱すぎるってことなんだよね。そうよ、打ってみて。そうそうそう、ほら。そうそうそう、ほら。今のでもだからこんな格好で見た腰。セクシーな。ちょっとセクシーな。セクシーな。こうやってここに踏ん張りがないのね。そうそうそう、それがないの。トシにそれできるもん。なんと腰が引けちゃうの分かるでしょ。はい、そう大変でしょ。大変です。左ももが半端じゃないと思うけどさ。あーほら、あーほら、見たこの膝細かくこう、こうそう、いいねいいね。左の膝と腰がこう引けてギュッと絞って感じ。そう、踏ん張ってて、ベタ足でいいよ。じゃあベタで頑張ろう。ベタ足だよ。あら、ほら、これが今の踏ん張れてないもんね。ほら、なんでこんなにできないの。いや、踏ん張りがないから、はい、腰を少し落とすっていうのはあるよ、全然あるよ。できないこれができない時点で、はい、アウトサイドから来ることが治りづらいのは間違いない。うん、そう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 、それそれ、うん、それ、うん、お、ほら、この踏ん張り、この踏ん張りはこれだとちゃんとここで頑張ってるじゃない、はい、さっきまではこういう動きがあるとクラブっていうのは同じ軌道に帰ってきやすい。当たり前じゃないですか。え、今頃、まあ、でも100ぐらいだからここまで厳しいこと言っちゃいけないんだけど、スイングの全体の7割は下半身だからもう。じゃあ私のさっきのテイクバックの話で言うと、うん、やらない方がいいですか。やっちゃダメです、うん、だから自分のプレーがしっかりしてる人が自分でこうやって外してくるのはいいのね。分かんなくて外してくとただ外投げてるだけだから余計力抜けちゃうの。この雰囲気がちょっと今までは大事なのはもう状態リラックスして下半身が動いたらこうやって動いてたら全然いいわけ。もう会長みんなこうだから、下半身がこう上がったらこうやって、そう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 、その踏ん張りがあればいいの。その踏ん張り、そう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 、今分かるか。そうそう、だから今外に上げて下半身動けばこうやってたるむでしょ、はい、これならまだいいのね。自分でインちゃんとインに引いといて、インっていうかまっすぐ引いといて、まっすぐ下ろせればアウトに上げてここをあえてここでたるませる、こういう感じで。これ飛ばす秘訣だから。うん。うん。そうそうそう、そういう気持ちで。そう。その時にだから例えば、はい、ここにボールあるよね。はい、スタンスこれあの黄色いピンにしようか。そしたらこういう気持ちで振るわけ。ああ。ね、極端に言えばこのぐらいの気持ち。ちょっとスタンス取って。これ遠いな。足は平行だけど、極端に言えばこのぐらい自分でインサイドアウトに振る気持ちを持った時に、はい、こう上げてインサイド上げてたら、はい、手で行こうとしたら楓ちゃん全部スライスするから、さっきみたいに、はい、それをしっかりと踏ん張ってさっき短いの打ったように、そう、はい、短いの打ったように悲しい、そう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 、これが自然にこういう動きできるのよ、はい、これかっこいいよね。これだからこれがためって言うんだけど、はい、これが自然にできたため。それ自分で溜め落としてもだ、アマチュアの人に来るでしょ、こうやって、はい、これで、ね、手の締めダメ、下半身リードの締めなのね、はい、え、このトップできて下半身先に行くじゃないですか、うん、この時に、うん、なんとなく私の中でこの意識しすぎるとこういう絶対ないね。ないですか。あなたはこうしかないから安心して。え、逃走としたらもう絶対こうだから。そう、うん、削り方向に行くのはやめようとしなくていい。いや、これ行かしちゃってみて。じゃあそのぐらいインサイドアウトに思い切って、ほらね、ほらね、今なんか全然もうこうなっちゃってるから、突っ張っちゃって手だけ出ちゃうから、はい、左脇開いちゃうし、はい、もっと踏ん張らないと。待つっていうよりもこの膝がこうならないでグッ、さっきみたいに踏ん張っとこうよ。そうそうそう、それそれそれ。はい、こんなのでも100を切った人に言うのは厳しいよね。
どしっとして、膝が伸びないのさ、思い切って頑張ろうか。そう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 、膝が伸びないのさ、思い切って頑張ろうか。そう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 、少しはそういう感じ。はい、なんかわかる。はい、さっき自分の中では横移動だったんですけど、セルダープロにグッてやれてちょっと下下がるからダフると思うんです。下がってねえし。下がってないから下がってないんですか。心配しないで。こう、まあ、顔はそのままよ。はい、こうそうそう、そういう気持ちで、はい、その左、今のもう一回やって、止めて、そのままそのままの左の絞ったままフィニッシュまでしてみて、はい、そのままそのまま気持ちボーンと、そのぐらい頑張ればいいよ。上げてトップ止めて、これ僕を向こう引っ張ってごらん。ほら、上体で引っ張ってるもん、何も力ないじゃん。わかるく？わかんないよね。手で言ってるでしょ、今。それをほっといて、下半身グッと踏ん張って、かそ腰回してごらん。ほら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 。こういうことよ。で、この右手が、今こうなってるけど、できるだけこのまま、そう、絞っていくわけ。これ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 。だからもう一回上げて、トップスイング。手だけで引っ張って。あ、手だけです。ほら、何にも力ないじゃん。だからこれのイメージ、トップスイングから下半身まず一回踏ん張ってグッと入れる、それで腰回す、そう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 、すると左脇締まるでしょ、はい、そうすると俺が引っ張られるわけよ。これがいけばクラブって勝手にインサイドから来るから、一気に解放されてブワーヒャーンと飛ぶよ。この感じ全然ないです。なんで今見た、引っ張ってたらはいみたいな、はいはい、そう、全然力ないでしょ、はい。だからこれ逆にさ、楓ちゃんが俺がトップスイング取ります、今みたいにほら手入れてみて、ここにそこ、こうこうこう思い切って引っ張ってよ、楓ちゃんね、俺も手でやったらこれしかいかないわけ、はい、ね、あーあーでしょ、はい、見ててよ、腰を入れます、で回せ、ほらほら圧倒的に強いですでしょ、はい、手使ってないからね、これですよ。だ、一回ちょっとね、ボールなしで素振りしてごらん、思い切ってこの線にまっすぐ出るように、そのす芝すらないと、はい、極端にそのぐらいいくさる気持ちで、おお、そう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 、極端にそのぐらいいくさる気持ちで、おお、そう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 、そういう感じよ。そうするとここが踏ん張ってるじゃん、はい、イメージ的には、はい、そういうことよ。そう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 、ちょっとだからタフ取ってるよね、下半身リードになるのよ。ドシッとして同じようにまっすぐ引いて、自分ではインサイドアウト引くように言ってくれるように、そう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 、ほら、同じようにまっすぐ引いて、自分ではインサイドアウト引くように言ってくれるように、そう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 、ほら、よくなった、ほら、しんどいでしょ、だから舐めてるわけよはい、ということで楓ちゃんの分かった瞬間、セルダープロいかがでしたか。全く分かってなかったですね要するにほら、動画を撮ると、はいはい、今までインサイドから上げてて、後ろから見たら多分被ってるから、うん、引っかかる、はい、外に上げると少しそれがまっすぐ来て、動画的にはまっすぐ来てるように見える、はい、だから動画上は OK だけど、スイングとしては本当に応急処置であって、はい、どうしたらクラブがまっすぐ出るかって言った時に、スイングの下半身のリードっていうのが全くできてないわけ、はい、この辺がだから楓ちゃんは、まあ、でも楓ちゃんのレベルで100ぐらいの人がこれ分かったらすごいことなんで、これ本当正直今のレッスンってほとんどシングルプレイヤーにやることだから、楓ちゃんは流れは綺麗なの、うん、綺麗、スイングは、だけどその中に力強さがあるかっていうと、かなりないわけよ、うん、かなりない。これからじゃあもっと飛ばしたいとか、いろんなことレベル上がった時にそれをやってたら、これからは進歩ないよね、はい、だからこれから少し下半身リードっていうのを覚えたら、うん、はい、いろんなことで状態も良くなるし、球も飛ぶし、スコアも良くなるんじゃない、はいはい、ありがとうございます。なんかやってみて、よく聞く下半身リードとはイメージが違いました、うん、そう、はい、こんなに、まあ、しんどかったです、一言で言うと。そうでしょ、はい、だから意外とプロとか、はい、トップアマチュアの方っていうのはさらっとやってるけど、うん、すごい使ってるわけよ。だからみんなトレーニングして下半身を鍛えたりしてるわけね、はい、わかりましたか、はい、はい、またさらに頑張っていきたいと思います、決してゴルフを舐めないでください、はい、舐めないですけど、すみません、もう一個あるのでちょっと また、はい、はい、それはまた次の動画で皆さん楽しみにしててください、はい、今日もありがとうございました、はい、ありがとうございました。
とうございました。チャンネル登録はこちら、おすすめ動画はこちらとなっております。また見てねー。